はいどうも、もぐらでございます。ということで、6日目始まりました。ガシャガシャうるさいですね。これヨッシーです。ということで、これがヨッシーが作った丸石製造機ですね。むき出しの。ああ、鉄のツルハシでやった方が安全だと。むき出しの装置ですね。ということで、6日目ですね。とりあえずね、まだご紹介してないのがいくつかありますんで、これまだ多分作ってる途中みたいなんで、これはいいでしょう。はい、というわけで、強信者さんが作ってくれたトラップタワーの方に向かっていきますよと。どうやって開けるんだ、ここは。おお。OK。で、トロッコに乗って、スパーンツ。でですね、このトロッコが結構長いんですね。3、4分ぐらいかかるんで、まあ、早送りにしてあげようかな。もう少しだ。はい、ということで、降りなきゃ降りなきゃ。よいしょ。着きましたよと。やっと着きましたね。いやー、長旅でした。で、どこだっけかな。ここか。ここだね。ここにゾンビたちがいっぱい溜まって、経験値トラップですね。トラップタワー。作ってらっしゃったんですね。まだ落ちてくるまでちょっと時間かかるかな。怪しい施設ですね。おお、登っていってますね。これが登っていって、敵が登っていったのが、こっちに行って、落っこちて、この辺で今食らってると。あー、来てますね。ここにどんどん溜まっていって、こいつを殴ると、経験値が手に入ると。早く来い。というような感じで経験値の手に入るトラップタワーですね。いやー、それにしてもね、ずいぶん遠くまで来てもう夜ですもん。一旦寝ますか。はい、というわけで本日もやっていきますか。50の塔の制作ですね。あと2日でこれを完成させるつもりです。さて、というわけで、ただいまですね、4階の柱と梁ができたところです。ですね、ヨッシーとか、レイントさんとか、あと、くれないさんとかね、今日手伝ってくれて、かなり順調に進んでます。あとですね、今、遠くで見えるかな、ここ、ヨッシーとくれないさんが、落ちてる。ヨッシーとくれないさんがですね、砂浜を埋めてくれてます。今ここに仮設の水の上を歩ける道を作ってるんですけど、これは最終的には撤去しようと思ってます。6日目はここまでで終了して、7日目で上に装輪を乗っけたり、あと、そうですね、あと、この仮設のね、道を今作ってあるんですけど、あー、落ちる、死んだ。仮設の道は明日壊します。はい、というわけで、僕らの7日間建築、7日目ですね、最終日でございます。ということで、本日の一発目は、こちら、こちらですね、三浦くんが作った海の見える丘クリニックでございます。こちらのご紹介から始めましょうね。よっ、よいしょ。おしゃれですね。宮城県仙台市にですね、同じ名前のクリニックがございます。内装は結構白を基調にしてますね。これ多分カーペットかな。白いカーペットとか引いてますね。なんとなんとなんと階段にもカーペットがありますね。お、2階もガラス張りっていうね。で、ここから見ると海が見えるはずなんですがまだ海が出てませんね。若干海が見えましたね海の見える丘クリニックなんですけど、埋め立てしてしまって砂浜ぐらいしか見えてません。あー、奥の方に海が若干見えましたね。目の前の自宅の城がすごく邪魔ですね。ということで、あ、すごい。椅子とかも作ってある。さあ、ということで、最終日、始めていきます。はい、というわけで、50の塔のところまでやってまいりました。もうほとんどね、建物はできてるんですけど、一番上に装輪を乗せるぐらいですかね。あとは、この、海のところの道に、ここにですね、火を灯して、海の上の炎の道っていうのを作ってみようかなと思っております。じゃあちょっと内装の方をご紹介しましょうね。よっ。はい、ということで、こちらが1階でございます。1階は、じゃじゃん。ご神体の間ということで、ここにご神体がございます。近づくと本が開きます。で、2階が、じゃじゃん、甲冑の間ということで、こちらには、鎧が並んでますね。レイントさんがこれレイアウトしてくれました。こんな感じでございます。豪華なね、ダイヤの鎧なんかもふんだんに使っております。続きまして、3階。3階が盆栽の間でございます。世界から集めました色とりどりの盆栽を置いてみました。このね、一応枯れ木もあります。あとちょっとね、スペースがあったんで、この辺にサボテンなんかもありますよ。続きまして4階に参ります。4階旗の間でございます。旗の間はですね、一緒にプレイしてくれたみんなに旗を作ってもらって、ここに飾ろうと思ってます。今はとりあえず自分のだけ、こちら、モグラ咲くふすまという旗でございます。どうですか？ふすまみたいじゃないですか。で、他の人たちの分もね、こうやって作っておけるようにはしてあります。今置いてあるのは、グミさんがシンプルイズベストっていう赤い旗を作ってくれましたね。あとまだみんな置いてないかな。うん。この辺に皆さんが作ってくれた旗を置こうと思ってます。で、続きまして、5階、最上階が、仏像の間でございます。仏像の間には、じゃじゃん、どうですかこれ。いい感じでしょ？後ろの掛け軸がまたいい感じでしょ？で、仏像4体いるんですけども、すべて、ポーズが違うっていうのをやっていこうと思いまして。あれ？なんか同じになってる？あ、同じじゃない。こっちをこう。まあいいか。後で直そう。うん、これとポーズが同じだな。こんな感じでございます。仏像の間。で、一番上に、まだ装輪を乗せてないんですけど、よいしょ。ほっほっ、この上に最後に装輪を乗せて出来上がりですね。ここからの景色かなり結構高くなります。あと炎の道のところの土も最後に削ろうと思います。あと仮設の道の方は削りました。よーし、やるか。いたいたいた。あー、ココさん待って。はい、というわけでこちら皇后さんでございます。いやー、私ね、やっと皇后さんに会えた。いやー、7日間やってたんですけども、皇后さんね、結構夜中にログインされてて、なかなか会えなかったんですよ。初めて会えました。いやー、最終日に会えてよかった。皇后さんでございます。ログインの履歴だけは毎日ここ何日か見ておりました。カチッと。いいね。よーし、できた。大火事じゃん。うん、できた。いい感じだ。よし、間に合った。というわけで、7日間の日程が終わりまして、本日2月7日、今23時4分ということで、これでこの、我々の7日間の、思い出も終わりですね。いい7日間が過ごせました。お疲れみんな。